皆さんこんにちは。レックス専攻士の厚田です。それでは FP 本試験2023年9月2級試験の公表、配点と公表をしていきたいと思います。はい、ではまず、9月10日に、試験を受験された皆様お疲れ様でした。で今回は、試験の、翌日ということもあり、回答も実施団体から出されていまして、全部今自分の手元のところには問題と回答があるんですが、ただ、皆様にとって、心配なのは、学科試験はできた問数分の点数が出てくるんで、合否はすぐ分かりやすいと思うんですけども、実技試験につきましては回答は出るけども、採点はある程度予想はできるんですがそこはないということで、今回は、レックでは毎回そうなんですけども FP 協会の資産設計提案業務の配点予想と同じく、金座の場合は個人資産相談業務この一科目に限ってなんですけども配点予想をしていきますので、それほど、ずれはないかなと思うのでもちろん同じ配点だとは思いませんけども、誤差はそれほどありませんので例えば50点の後半の方も、合格 60点とか6割に乗ってくる、50点後半というのは FP 協会を想定してますけども60点乗ってくることもあれば例えば金座の場合も28点とか29点の方も30点に乗ってくる可能性もあるのでそこは諦めないでいただきたいのとあと30点取れているからといってそれで、合格を保証するものではありませんので、そこは自己責任のもとですね、ご利用いただきたいということでそうしましたら早速やっていくんですけども最初にですねちょっと学科試験は答えだけ読み上げていこうかなと思うんでちょっと皆様もですねそれ見ながら採点していただいてでこちら60点、60問の問題で、どの問題も1問1点というふうな形でも、公表されてますから、36問以上の、正解があればそれで合格ということなので、そういう形で、ちょっとあとはマークのミスなどがなければ基本的にはですね、そのまま自分で採点した金、その点数がそのままの、点数になるかと思います。では、最初ライフからですが、10問ごとに問題、科目ごとに10問ずつ移っていきますが、最初5問ずつ見ていきたいと思うので、問1から問5を見ていきます。問1が1、問2が3、問3が4、問4が2、問5が4、ちょっと連続で1、3、4、2、4。で、問6から問10ですが、問6が2、問7が4、問8が4、問9が3、問10が1、6から10ですが、2、4、4、3、1です。次、問11から問20がリスクですが、また5問刻みで読み上げていきます。問11が1、問12が4、13が1、14が2、15が4、もう一度11から15連続で読み上げます。1、4、1、2、4。次、16から20ですが、問16が3、17が1、18が3、19が1、20が4。もう一度16から20ですが、3、1、3、1、4です。次、金融の21から30ですが、これも5問ごと読み上げていきます。21が1、22が2、23が2、24が3、25が4。もう一度21から25ですが、1、2、2、3、4です。次、26から30の金融後半ですが、26が3、27が4、28が1、29が2、30が3、もう一度26から30ですが、3、4、1、2、3です。次、31から40がタックスですが、前半の31から35です。31が2、32が1、33が4、34が3、35が3、31から35ですが、2、1、4、3、3です。で36から40ですが、36が2、37が1、38が1、39が3、40が2、もう一度36から40ですが、2、1、1、3、2です。次、不動産41から50ですが、前半、5問です。41が3、42が4、43が3、44が3、45が2、もう一度41から45も読み上げていきますが、3、4、3、3、2、です。次46から50の後半ですが46が4、
47が1、48が3、49が1、50が2、もうちょい46から50ですが、4、1、3、1、2です。次、51から60の相続ですが、前半5問です。51が4、52が4、53が1、54が2、55が2、51から55ですが、4、4、1、2、2。で、次、56から60の後半5問ですが、56が3、57が3、58が2、59が2、60が4。もう一度56から60ですが、3、3、2、2、4です。で、繰り返しになりますが、これ、36問以上、正解があれば、それで合格ということで、先ほどちょっとですね、調べてみたところ、まあ、4子択一の問題なので、まあ、通常ですね、50問あるんで、あごめんなさい、60問あるんで、1つの科目で12から、13ですか、じゃあ15問、15か、15問が平均になるんですけども、まあ、今回はまあうまくばらけてるなと思うのは、答え1番が14箇所。2が15箇所、3が16箇所、4が15箇所なので、1と3が1問のとこのズレがあるだけで、基本15にばらけているので、まあ、例えばわからなければ、まあ、よく私が言うのは、2と3のどちらか入れればいいと、書けば、まあ、マークすればいいというのはあるんですが、まあ、そこもあまり通じないので、まあ、こんな形で最近はですね、どこかのところに、ちょっと傾斜で、例えば18問正解があるとか、そういうのはなくてですね、まあ、あっても13から17ぐらいのところで、まあ、収まってますので、まあ、作る方はちゃんと考えているので、まあ、こういうふうな形でうまく、答えは、まあ、科目ごとによってはちょっと全然違うところありますけども、全体としてはですね、しっかり14から16の中に収まっているので、問題としてはしっかり、出来上がっているんじゃないかなというふうに思います。ちょっと、公表は後でやっていくので、じゃあ続いてですね、まあ、メインとなるのが、配点予想ですから、ちょっとすいません。まず FP 協会の資産設計提案業務から申し上げたいと思います。ちょっと やることが多いので。なので、こちらですが、こちらは回答はもうすでに、FP 協会から発表されているので、ちょっと答え読み上げるとすごく時間かかるので、これやらないので、ちょっと配点予想をしていきたいと思うので、ちょっとまあ、問題のところにでもいいので書きながら進めていただければと思うんで、では、大問ごとにやっていきたいと思います。大問ごとにやっていくので、第1問からいきます。で第1問は、問1と問2の2問ですが、まず問1は、これ、各1点の計4点。各1点の計4点。で、問2がですね、これ2点です。問2は2点。だから、1と2の合わせて、ここの第1問で配点が6点満点、6点満点ということになります。次、第2問の、これは、金融ですね。金融の問題ですけれども、問3から問6の4問あります。まず問3が2点です。問3は2点。で問4が、各1点の、4箇所あるので計4点。各1点の計4点。問5が2点。問6も2点。もう一度ちょっと読み上げます。問3が2点、問4が各1点の計4点、問5と問6が2点ずつということで、合計10点満点、第2問は10点満点の配点となります。続いて、第3問の不動産に移ります。不動産ですけども、まず問7が2点、問7は2点、問8も2点、問8も2点、で問9と問10ですが、どちらも各1点、点の計4点、問9各1点の計4点と、問10も各1点の計4点ということで、問7、問8が2点ずつ、問9、問10は全部各1点で4点、配点が4点、4点ということで、合計第3問12点の配点ということになります。次、第4問に移りまして、第4問がですね、これは、リスクですか？リスクになります。で、まず問い、ここは11から14の4問ですね、あります。まず問い11が2点です。2点。問い12が、これですね、ああいうあると思うんで、各1点の計3点、各1点の計3点。次、問い13が、これも各1点の計、これは合計4点、各1点の計4点。で、14も同じく各1点の計4点ということで、もう一度、問い11が2点。で、12から13、12、13、14は全部1点ずつの、まあ、ちょっと合計が3、4、4という形で変わりますが、合計が、今回のリスクは13点満点ということになります。
次、第5問いきます。第5問のこれがタックスですね。でタックスなんですが15から18ありますが、これが多分一番分かりやすくですね、15、2点、16、2点、17も2点、18も2点ということで、全部2点ずつです。なので、15、16、17、18、2点ずつなので、合計、第5問8点という配点になります。次、第6問に行きまして、19、20、21の3問なんですが、19が2点、20が各1点の計算点、各1点の計算点、で、21が2点ということで、もう一度19が2点、20が各1点の計算点、21が2点ということで、合計すると2、3、2だから7点、第6問は7点の配点ということで、ちょっと他の科目に比べてちょっと配点が少ないかなと思うんですが、7点の配点です。で、ここからですね、ライフの問題に入っていきまして、第7問ですが、これが22から24の3問で、キャッシュフローに関する問題です。で、こちらは22、23、24、3つありますけども、すべて2点ずつです。問い22が2点、問い23が2点、問い24が2点ということで、全部2点ずつということで、第7問が6点、計6点となります。次、第8問に移りまして、25、26、27というこちらの係数早見表を使った問題ですが、これも先ほどの、第7問と同じく、すべて、2点ずつということで、20、25が2点、26も2点、27も2点ということで、全部2点ずつの計6点という形になります。次です。あと残りが、総合問題が2つ続きます。第9問ですが、28から34です。でここのところはちょっと最も配点が多くてですね、ちょっとここだけ悩んだんですけども、28を3点にしたいと思います。28が3点です。28が3点、29が2点、30が2点、で31が各1点の計4点、で32が2点、33が各1点の計3点、で34も同じく各1点の計3点ということで、もう一度ちょっと読み上げます。28が3点、28はこれ3点です。29と30が2点、31は各1点の計4点、で32が2点の、で33と34同じく各1点ずつで、どちらも合計3点ずつということで、で配点がここだけ最も多く19点、配点が19点ありますので、ちょっと19点あるということで、それを踏まえて、あと最後に移りまして、第10問。これが2番目の総合問題ということで、で、こちらなんですけども、35から40までということで、まず、35、これ毎回そうなんですけども、キャッシュ、バランスシートのですね、純資産額を求めるものですが、これ、答えを自分で書くということもあり、3点にしてますので、問い35の、ところは3点としたいと思います。で、36が2点、37が2点、38も2点、39も2点、40も2点ということで、今回第10問は、1つだけ、まあ、35が3点で、あと36、37、38、39、40のこの5問が全部2点ずつということで、合計すると、13点ですか。第10問が13点ということで、これ合計すると100点満点になりますから、なので100点満点の中で60点以上で合格。ただ、ちょっと一部ですね、要は、あいうえのところに、数字を入れたりとか、丸バツをするものは、もうこれか、もう1点は必ず来るんで、1点であることは間違いないんですが、そうするとどうしても100点に合わないところが何箇所かあって、まあ、そこで今回は、通常の例えば4子択1とかのところでは、2点にしているんですけども、第9問の28と第10問の35。これがですね、ちょっとまあ、答えを書くところもまあありますけども、3点にしてますので、これをやることによって100点ということなので、まあ今までもこれで、そんな大きなズレはないので、まあこれを信じてもらって、これで、まあ6割以上あれば通常は合格。で、58とか59でも、場合によってはですね、まあ60点達することもあるということで、諦めないでいただきたいと思うんですが、一応まあ、それほど大きく、ずれはないと思うんで、まあ、信じていただければと思うんで、一応これがまず資産設計と提案業務の、配点予想になります。
では続きまして、金融財政事情研究会の個人資産相談業務の配点予想に入りたいと思います。でこちらですが、大問が 1,2,3,4,5,5 問あります。で決まっていることは大問ごとに10点満点の配点が決まっています。第1問が10点、第2問も10点という方、10点の50点満点で、50点満点の中の30点以上で合格ですが、ちょっと今回もですね、まあ微妙なところもちょっとあるんで、ちょっとここのところだともしかしたら数点、ずれる可能性もあるかもしれないので、特に一つのですね問題の中に2つ問題があって、それが1点か2点かというのがあるんですよ。それをどう考えるかで、簡単だから配点を高くしようという考え方と、難しいから配点高くしようというどちらの考え方もあると思うんですよ。なのでちょっとこれが何とも言えないので、まあ今回我々のところでは難しい問題のところに配点を多くしてます。ただ、まあ、これ2級なので、2級は基本的にはもう、完全に配点が決まって、ただそこに合わせていって合格率を出すだけなので、まあ、競争試験ではないということを考えると、まあ、通常はですね、難しいところに点数を高めにして、優しいところは低くでいいと思うんですよ。それから競争試験になった時に、例えば1級とかになると、だいたい 10% 前後になるように合格率を調整してくるところでは、場合によっては簡単なところに、配点を多くする。まあ、後で、配点を変えるわけなんで、全体の出来を見ながら、ちょっと10点に10点、じゃあ 10% にするためにちょっと今回は低いから、じゃあ、みんなができているところを高めに配点しようとか、みんなができてないところちょっと配点を低めにしようとか、そういうことできるんですが、まあ、2級に関しては特に、合格率についてはですね、どこに合わせようというのはないので、まあ、今回みたいな形で、簡単な問題は配点が低く、難しい問題は配点が高くでいいと思うので、ちょっとそんな形で、今回もそういう趣旨で、配点してますので、そのような形でご理解いただければと思います。では、まずライフの第1問から見ていきます。でここがですね、ちょっと争いというかですね、分かれるところで、問い1がですね、丸1と丸2があります。丸1と丸2があって、今回は丸1を1点にします。丸11点、丸2が2点で、問1は3点とします。次、問2です。問2は全部、各1点の計4点、各1点の4箇所ありますか、計4点で、問3も同じく、各1点ただ、3箇所なので、計3点、各1点の計3点ということで、もう一度問1が丸1が1点、丸2が2点で、問2と問3全部1点ずつということで合計10点になります。次です。第2問の、金融です。金融、ここはですね、ここは特に難しくないと思うんで、多分3点1点とかないと思うので、ちょっと見ていきますと、まず問4ですが、これ丸1と丸2がありますが、どちらも2点ずつです。丸1が2点、丸2も2点です。で問5がですね、これは各1点の計算点。で問6も同じく各1点の計算点です。で、もう一度、問4が丸1、丸2、どちらも2点ずつ。で問5が、各1点の計算点。問6が各1点の計算点ということで、10点満点になります。次です。第3問のタックスに移ります。でタックスなんですけども、これもちょっと悩ましいところがあるんですが、まず問7ですが、問7はこれ、4箇所あるので、各1点の計4点、各1点の計4点。で問8も同じく3箇所あるので、各1点の計3点、各1点の計3点。で問9、これが先ほどのこれライフと同じパターンなんですが、ライフでも簡単なもの1点、難しいもの2点ということで、こちらも同じような考え方で、丸1が1点、丸2が2点としますので、問9、丸1が1点、丸2が2点ということで、これ合計すると10点、満点という配点になります。あとは、第4問第5問簡単で、第4問の不動産は、問10から、11、12ありますけども、まず、問10、これも先ほどの金融と同じでしょうかね。問10が、丸1、丸2ありますけども、どちらも2点ずつ、各2点。で、問11が、これ各1点の計算点。で、問12も各1点の計算点となるので、もう一度問10だけが2点ずつ、あと11、12は全部1点ずつということで、合計10点になります。あと第5問の相続ですが、問13が各1点の計算点、問14も各1点の計算点で、問15が各1点の計4点ということで、第5問は全部1点ずつということでですね、10箇所あるんで10点ということで、まあ、こちら30点以上で合格
ただちょっと先ほどみたいな形で1点と2点のところだと思います。1点と2点のところがもしかして逆転するかもしれないということもあるんで、ちょっと場合によっては2点ぐらいずれが生じるかもしれないということはご理解いただいて、あと2点ずつのところが1点と3点には多分ならないと思うので、まあ、そちらは2点ずつでいいと思うので、そこだけですねちょっとまあ含み置きいただいて、まあ30点以上であればまあ通常合格だと思いますし、28とか29でも30の可能性はあるということでですね、考えていただければというふうに思います。ではまあ一応メインどころのですね、配点予想が終わりまして、あとはちょっと簡単にですね、各試験の簡単な公表をしてまいりたいと思います。では学科試験、ちょっとそれほど多くは喋れませんけども、学科試験から見ていきます。で、今回の場合、まあ、最初の題、題じゃないな、ライフの1から10のところなんですが、まあ、問題1はですね、こちらの関連法規に関する行政問題は本当によく出てくるので、個別具体的はアウト、抽象的一般的であればセーフということになるので、そういうふうに考えていただければですね、答えられるんじゃないかなというふうに思いますし、あと、問題2のですね、各種ケース、まあ、ケースの話も、まあ、これも、まあ、ケースは、必ず、まあ、実技試験では絡んでくるところなので、まあ、これもできれば、用語の使い、用語の、内容も理解いただきたいと思います。あとは第問題3からですね、公的医療とか雇用保険、公的年金、厚生年金等々続いていきますが、まあ、ここら辺はちょっと、まあ、年数であったりとか年齢とかですね、そういうところあったりするんで、まあ、ここはちょっと皆さんの間の方で確認いただいて、あとはですね、まあ、今回のところだと問題10がですね、中小企業の資金調達の一般的な特徴ということで、まあ、ここまでちょっともしかしたらですね、カバーできてないところもあるかと思うので、まあ、今回のこのライフについては、まあ、問題1、問題2では最低でも得点稼いで、あと3から、残りのところあたりで、まあ、最低でも3問、まあ、半分は欲しいなと思います。10問中5点もあればですね、他のところで、まあ、合格点に達すると思うので、できれば5点は、ライフでは、取っていただきたいなというふうに思います。で続いて、リスクの問い11から20になります。でここの、ライフでは商品性、一般的な商品性よく出まして、例えば今回でも問題12、13、14が生命保険の一般的な商品性、個人年金の一般的な商品性、あと、総合福祉団体適用保険の一般的な商品性ということで、まあ、一般的な商品性はしっかりこれ取っていただきたいなと思うので、12、13、14ところでは最低でも2問の正解は必要ですし、あと生命保険料控除とかですね、まあ、税金の話ありますが、これもしっかり、取っていただきたいと。あと、残り17、18、これが、損害保険の話で、まあ、17が、任意加入の自動車保険の一般的な消費税、あと18が、契約者と被保険者を個人ですね、あと損害保険のまあところがあるんで、まあ、ちょっと損害保険のところもまあ自動車保険はこれよく出てくる話なので、まあ、しっかり正解取っていただきたいと思います。あと19が第三分野の一般的な商品性、あと20は事業活動リスク管理ということで、こういうものに備えてこういう保険に入りますみたいなところなので、これはできていただきたいなというふうなところなので、まあ、今回ちょっと一般的な商品性が多いなと思うのは12、13、14、あとは、17、19、5問ありますね。10問中、5問が一般的な商品性ということなので、ちょっとまあ範囲を広げながらやっていただければ、まあ、ここは最低でも6問は取っていただきたいなというところになってくるかと思います。では次、金融の21から30なんですけれども、まあ、21、まあ、最近だとやっぱり物価が上昇しているということもあり、まあ、景気動向指数とか日銀短観の問題が出ていますので、まあ、ここはまあ受験生であればしっかり対処していかなければいけないところかなというふうに思いますし、
あとは、まあ、例えば問題22であれば、これ3級もこんな形のところが一部絡んでたんですけども、問題22については、例えば、これ3番見ていただくと、J リート、まあ、J リートあります。J リートの分配金は、所得税の配当控除の対象になるとありますが、これ配当控除使えませんので、対象となりません。だから3は間違っているということで、まあ、これ有名な話なので、J リートについては配当控除が使えないというふうな形で、理解してもらって、あとはまあ ETF と J リートなので、こちらしっかり確認していただければと思います。はい。で次、問題23がですね、利付債券の利回り計算の話なので、これはどんなことがあっても計算できなければいけないですし、あと問題24は新しいですね、市場区分の話が出ているところなので、ここのところですね、スタンダードプライム、あとはグロースとか、いうのがありますので、こういうところの特徴をですね、しっかり確認していただければというふうには思います。ちょっと今後もしかしたらこの、証券取引所のところの区分についてはまだ出てくるかもしれないです。で、次の25、26はこれ計算問題ということで、2級の場合はですね、株式の投資仕様に関する、まあ、ここでも出ている ROE、PER、PBR、配当利回り、あとここでは関係ありませんが、配当成功とか、こういうところは計算でもよく出てくるんで、これ直前には暗記しておかなければいけないところなんで、暗記してさえすれば、これは正解、取れると思いますし、問題26についても、今回はですね、円価を米ドル建てに交換して、まあ、預金で、預金に1万ドル預け。で、その後、満期時に、これを米ドルを、円価に変えるということなので、つまりどうするかというと、今、米ドル建てのものを、それを円に変えなければいけないので、円を売るのか買うのかということを考えていたときには、円を買わなければいけないので、TTB を使っていくという形。あと、預け入れのときには、もちろん、これは円を買うわけなので、円を売るわけなんで、TTS 化とかそういう話なので、まあ、こういうところについても TTB、TTS の使い方。あと、ここで TTM とか中値の M が出てくると、まあ、迷う方出てくるかもしれませんが、通常中値は使いませんので、TTB と TTS の、使うタイミング、それを考えていただければ、計算はよくある話なのかなと思います。あと、27、28が金融派生商品とかポートフォリオと。いうことで、まあ、ポートフォリオのところもこれは本当によく出てくる話なのでここのところは正解取っていただきたいと思いますし、あとはですね、例えば問題30で SFT ネットというものがありますけども、これについてですね、ちょっと先ほど3級のところを見てたんですが、問題30の3番見ていただくと、これについては、日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による保障の対象となる、保険契約については、高予定利率契約を除き原則として、破綻時点の責任準備期等の 90% まで保障ということで、これ3級の問題では、期払いの払い込み保険料の 90% という形の選択肢を作っていましたが、当然それは間違っていて、まあ、ここに書いてある責任準備金の 90%。つまり保険会社がですね、保険事故に備えて積んでいるお金が責任準備金なので、これ解約返礼金とまた違うので、まあ、責任準備金の方が通常は大きくて、解約返礼金はまた小さくなるのかなと思いますけども、解約返礼金でもありませんから、しっかりここは確認いただきたいところというふうに思います。でこれが問題30の金融 で、31から40が、タックスになります。まあ、31の基本的な仕組みはこれ、まあ、よく出てくるので、で、最近だと所得税じゃなくて相続税とか贈与税とかそういうのが出てきましたが、まあ、今回は所得税にまた戻ってきたので、まあ、ちょっと安心できたなというところですし、あと問題32については、なんとかの、どの所得になるかという、その認定の話なので、ここもできなければいけないと思います。あと毎回出てくる問題33、損益通算、今回文章で出てきているので、ただ以前に比べると、その所得の内容が細かい話になってくるというところはあるんですが、基本がしっかりできていれば、どんな形であろうが解けるかと思うので、問題33、損益通算は必ずできるようにしておいてください。あと、まあ、次が34が所得控除ということで、まあ、所得控除についての内容も当然、で所得控除は物的控除と人的控除があるので、
今回の場合、1番と2番が保険料の話です。これが物的控除。で、3と4がですね、親族の話が出ている、これが人的控除ということで、人的控除の場合は、こういう人が1人いたらいくら控除されるかなので、まあ、3と4のところの内容は覚えておかなければいけない内容かと思います。で、35は、所得税の申告というところなんで、まあ、こちらでは e-tax の話がないんですけれども、e-tax を使えば、55万が65万になる可能性もあるし、まあ、e-tax 以外にもですね、電子帳簿保存をしていれば、これも55万が65万になりますので、そこも合わせて確認ください。で、残り36、37、1つ飛んで39、40あたりが法人ということで、今回も4問出たんですけども、まあ、36は法人税の仕組み、37が損金の話、であと39、まあ、これよく出てくる会社と役員間取引、ね、なので、まあ、ここのところもよく出てくるんで、まあ、ここら辺の36、37、39は、まだ最近よく出てくるんで、ここのところもしっかり取ってほしいですし、まあ、消費税については、まあ、来月からインボイス制度が導入されるということになってますが、まあ、2級試験ではインボイス出ないだろうなと思ったんですが、やっぱり出なくて、まあ、通常通りの話ということなんで、まあ、消費税のここの論点は正解を取っていただきたいなというふうに思います。あと問題40の決算書の見方というところについては、まあ、こういう形でですね、損益計算書の利益項目を聞いたりとか、貸借対照表の内容を聞いたりとか、まあ、今回みたいな見方についての問題が出たりということで、まあ、これは出題者からのメッセージで、FP 試験のところでは簿記を学ぶ機会がないので、ぜひ、こういう問題出すからちゃんと、簿記の学習もしてくださいねというメッセージだと思うんで、まあ、これ簿記を知っている方、決算書を読める方からすればサービス問題だと思うんで、こういう問題もしっかり、まあ、すぐに解けるようになっていただければというふうに思います。次、41から50が不動産ということで、まあ、41のところは、まあ、これは当たり前なので正解を取っていただきたいと思いますし、で、43のですね、不動産の売買契約の民法の規定というところについても、ここのところについてもですね、しっかり、確認いただきたいと思うんですが、ただこれ民法改正の話が、まあ、出ているところもある。例えば4番ですね、ちょっと読みますと、売買の目的物である建物がその売買契約の締結から当該建物の引き渡しまでの間に地震によって全壊した場合、買い主は売り主に対する、売買代金の支払いを拒むことができるとありますが、現在は危険負担が移転になりまして、今回のような形で4番ですね、これ買い主は、代金の支払いを拒むことができる、以前はできなかったものが、今回の民法改正できるようになりましたから、これは正しいということになるかと思います。あとですね、まあ、今回はちょっと不動産がちょっと主体的にはラッキーだなと思うのが、問題44、問題45が借地借家法の話、これ典型的な話、あと47も建物区分所有等、まあ、つまり、マンションに関しての話ということで、まあ、これってテキストで言うと本当10ページぐらいのところが3問固まって出ているわけなので、まあ、ここのところは、まあ、今回の44、45、47はこれ3つとも正解を取っていただきたいところかなというふうに思いますので、この問題解けるようにしておいてください。あとは近年だとですね、問題46のような、都市計画区域及び準都市計画における、建築基準法の規定ということで、日陰規制とかですね、高さ制限とか、そういう形がありますが、まあ、こういう問題、最近ちょっと細かいところも出ているので、ここもしっかり理解をしておいていただきたいというふうに思います。次、48、49、50ということで、まあ、48のところはですね、取得時の税金の話なので、まあ、ここのところ、まあ、前半が不動産取得税、後半が登録免許税ということで、基本的には登録免許税は国税、不動産取得税は地方税ということになっていて、まあ、そういうことからですね、あとは書いてあるんで、この中で間違っているものを選んでくださいと。あとですね、49が譲渡所得ということで、譲渡所得自体はタックスの絡みなんですが、今回みたいな特例に関してはですね、これは不動産での主催なので、まあ、今回は、特に問題なく不動産出ているので、これで良いかと思います。次、問題50のですね、投資判断の手法のところですが、
ここにある DCF とか NPV4 とか NOI とか、あとは DSCR とか、ここのところもよく出てくるところなので、判断指標も合わせながらですね、確認いただけると良いのかなというふうに思います。で最後のですね、51から60の、相続のところなんですが、まあ、51、52は贈与税の話ということで、まあ、これよく出てますし、で53については、贈与税の申告納付ということで、こちらなんですけど、例えば53の2番見ていただきたいんですが、国税電子申告納税システム e-tax は贈与税の申告には対応していないとありますが、基本ですね、歴年課税のものには対応してますので、所得税、あと、ここにある贈与税、あとはちょっと、消費税、まあ、そういうところがですね、対応してますので、ここのところ、対応してないとあります。これ間違っているということになります。はい。あとはですね、まあ、これ、例えば3番なんかは、贈与税につきましては、円納または物納とありますが、贈与税には物納という制度は、準備されておりませんから、これ間違っているし、という形で、やってもらえれば、まあ、これできれば、正解を取っていただきたいです。あと、54が法定後見。あとに、問題55が民法の相続。で56が民法上の遺言ということで、これ民法改正のところがですね、出ておりますので、まあ、2番ですね、財産目録をパソコンで作った場合の話とかですね、あとは、まあ、今回それしか民法改正ありませんが、あとは遺言書保管制度というものもありますが、その場合、家庭裁判所の権利が必要かどうか、そこの整理も必要かなと思います。あと、57から60のところですが、まあ、まあ、58のところは相続税の計算ということで、養子の数の制限とか相続放棄があった場合の取り扱い、まあ、ここらのところは民法原則として一部修正を加えているということを理解してもらえれば解けると思いますし、あとまあ今回60が M&A ということになってますので、まあ、M&A、まあ、たまたま出たところですが、この程度の問題であれば解けるようにというふうに思いますので、まあ、今回まあ60問のところですが、やることをやっていれば36問以上は取れるんじゃないかなというふうに思いますので、そのような形で、確認いただければと思います。あと10分を使ってですね、2つの科目を見ていくので、まず最初に、FP 協会の資産設計提案業務からいきたいと思います。で、これについてはですね、丸×でも、例えば語群から、用語を選んだりとか、例えばあいうえを選んだりとか、まあ、いう感じであるかもしれませんが、書きさえすれば当たることはよくあるので、諦めずに、例えば丸か×か分からなくても、まあ、どっちかも丸を埋めるとか×を埋めるっていうふうにやっていただければ、丸×問題の場合は必ず2分の1の確率で当たるわけなので、分からなくても答え正解取れる可能性あるので、諦めて分からないから、埋めないじゃなくて、分からなくても、例えば丸だったら、丸を書くとか、×をなら×と書くとかいうふうな形にしていただいただけたらというふうに思います。で例えば、まあ、第1問の場合問い2のところでは個人情報の話がありますけども、これですね、例えばまあ、この問い2はまあいいか、問い2についてはですね、これ例えば2番のと、1番か、1番のところでありますけども、個人情報で基本的に生きている方の情報ですから、亡くなった方については個人情報にならないので、よくあるのが、例えばお悔やみ情報を見てですね、葬儀屋さんから電話がたくさんかかってくると。で、それは個人情報に反するんじゃないのって思うかもしれませんが、もう亡くなっているので、個人情報のこちらの要件該当しませんから、ちょっとそれはクレームを上げてもダメだということになってくるというところなんで、そういう形でまあ見てもらえればと思います。で、あとは第2問金融のところですが、まあ、今回NISAに関しての問題が当遺産で絡んでましたし、あと計算問題のところで言うとですね、まあ、今回、個人向け国債のところがあるので、まあ、これは穴埋めのところは正確にできていただきたいですし、あとはまあ問い5については答えはまあ用意されていますが、ちょっと計算をしていかなければいけないという問題ですし、また、問い6については、イデコに関しての話というところなんで、まあ、イデコですね、ここのところも重要ですから、しっかり確認をしてもらえたらというふうに思います。
で第3問のですね、不動産なんですが、まあ、不動産問い7については、まあ、これはもうよく出てくる憲兵率、容積率の計算ですから、これ必ずできるようにしておいていただきたいのと、あとは問い8の資料の読み取りとかですね、問い9不動産取得税の関しての内容とか、あとは、問い10については特別控除の話で丸罰の問題なので、ここのところもなるべく高得点を取っていただきたいと思いますし、第4問の11、ここから、リスクですけども、リスクの場合は、問い12にあるような、生命保険証券の読み取りはもうこれ必ず出てくるんで、まあ、必ず出てくる問題は正解取ってくださいねということで、三大疾病、問12のですね、最初の生命保険提案書のところの提案書のところにですね、今回契約内容としては、まあ、終身保険とか定期保険とか、新三大疾病の保障手保険とかもありますけども、三大疾病の保険金は、確かにこれ生きていたとしてもですね、こうなった時にはお支払いがされますよ。でも通常通り亡くなった場合もこれ合わせて、払われますから、まあ、オプションで、生きていても、保険金が払われる。でも亡くなった場合はそのまま払われますので、そこを忘れると答えずれますから、そこのところ気をつけていただければと思います。ということで、ちょっとあとはまあリスク割りで、あと第5問のこれタックスのところですが、医療費控除。で、こちらについては、まあ、今回、まあ、これはあんまり見たことがないんですが、まあ、当たり前の話で、資料の下にある中1のところで、お母さんが、2022年の12月に入院して、実際に2023年1月に退院して、そこで、こちらで治療費を払ったとあります。でも、医療費控除はあくまでもこれ現金主義なので、払った時で見ていきますから、治療は、2022年かもしれないけど、払ったのは2023年なので、これは2023年側の医療費控除の金額ですよ。というところなんで、そこを間違えないようにしてください。あとは問い16がですね、これはまあ実際には損益通算のを意識していかなければいけない問題ですし、あと問い17についてはこれですね、まあ、これも総所得金額ですから、まあただこれプラスのものだけなんですけども、老齢年金についてはこれは雑所得となるので、年齢によってです、ね、下に即算表があるので、そちらをうまく読み取りながらやっていけばできる問題だと思うので、これ計算はしっかりできるようにしておいてくださいと。ということで、タックス割りで、あと、第6問からですが、ここのところ、ご覧ください。これは、相続なんで、まあ、相続の場合は、問19のような、このような問題、相続での課税額の合計の、問題、これよく出てきますし、問20のところの法定相続分のところも、これよく出てきますし、あと、問21のところ、まあ、ここのところでですね、21では3番が今回だと新しいので、まあ、ここにあるような法定相続情報証明制度というのは今後も出てくる可能性は高いと思うんで、もしこれ初めて見たなという形はここのところ、方はここのところ確認いただくといいと思います。で、第7問の、こちらキャッシュフロー表はこれ毎回出てますから、ちょっとすいません、これはしっかりできるようで、特に、問22については可処分所得の計算なので、額面の金額から所得税、住民税、社会保険料。で、社会保険料今回の場合いろいろあるので、厚生年金とか健康保険とか雇用保険もこれは全部社会保険料に入りますから、これちょっと引くのを忘れないようにしてくださいというところです。また第8問のですね、これは係数早見表を使った計算問題です。これも毎回3問出るんで、毎回出る、まあ、何が出るかはちょっと別として、係数早見表を使った計算問題が出るわけなので、受験生である以上はこれ正解、全て正解を取っていただきたいなというふうに思います。あとは総合問題が2つ続きますから、ここのところはちょっと皆さんの方で、確認いただいて、で、総合問題のところって結構配点多いですから、特に FP 協会の実技試験は問題数も多いので、頭からやってですね、途中で難しいというかちょっと手間かかって、時間かかってしまって、最後のところでですね、考える間もなく、答えを、書くとかではなく、後半部分の配点が多いの分かるわけなので、早めに後半の問題から仕上げていって、ある程度点数稼いで残りをやるという方がいいと思うので、ちょっとすいません、後で時間切れてですね、点数取れなかったというのをやめてほしいなと思いますので、時間配分をしっかり守っていただければ FP 協会の実技試験は通常受かりますから、こちら時間配分さえ間違えなければ受かるというふうな形なので、ぜひそのような形で考えてやっていただいて、で最後に金融財政事情研究会のですね、個人資産相談業務なんですけれども、
まあ、この場合は、どの分野が出るかによってですね、ちょっといろいろ変わってくると思いますが、第一問は年金に関しての形で、まあ、老齢基礎年金、老齢厚生年金で、まあ、計算式も下にあるわけなので、当てはめながらやっていけば計算できると思いますし、あとはちょっと説明問題はちょっと皆さんので見てくださいと。で、第二問の金融のところですが、こちらは先ほど学科試験のところでも申し上げと思いますが、こちら問4のところでは ROE とか配当利回りということで、こちらは計算式が頭に入っていればできるはずなので、 ROE、まあ、今回 ROE とたまたま配当利回りしかありませんが、 ROA とかあと配当成功とか、まあ、様々関連するものがあると思うので、それをひっくるめながら全部計算式を覚えていただきたいというふうに思います。また第3問のタックスなんですが、ここについてはですね、退職所得の計算式が問い7で、まあ、これは絶対に埋められなければいけませんし、あと問9の、こちら、所得金額の話ですけども、まあ、給与所得は下に、所得控除の即算表、所得控除、給与所得控除額の表があるので、これを使えば答え出るし、あと総所得については、今回一時払いの変額個人年金があるので、これをどうされるかによって、あと不動産もありますけども、そこのところはなんとかこれは、丸2番総所得金額もしっかり求められるようにというところですし、あと第4問の不動産については、まあ、これ憲兵率、容積率が出ることはもう間違いがないので、まあ、今回の場合、通常は憲兵率については緩和、容積率は規制になってくるんで、まあ、ちょっと特に容積率でいくとですね、今回、全面道路が7メートル、6メートルで、今回一体利用ですから、その場合は道路幅の広い7メートルに、今回法定乗数が10分の4ですから、280%として容積率が300%なので、厳しい 280% を使うということになりますから、これを理解いただいて、あとはですね、12のところで建設協力金方式というところがありますが、まあ、これもちょっとすみません、読みながら対応してくださいというところで、じゃあ最後の第5問のですね、相続なんですけれども、まあ、ここでは例えば問14を見ていただくと、相続での総額を計算した、下表の空欄1から3とありますが、まあ、3級でも相続での総額を求めさせる問題出てますし、2級でも相続税の総額を求めさせる問題出ているので、こちらの計算流れというのを理解いただいて、ぜひとも全問ですね、ここの丸1、丸2、丸3を埋めていただきたいと思いますし、あとは、問15は期間の話とかもあるんで、ここはまあなんとかできるんじゃないかなと思いますし、そうですね、そんな形でやってくださいということで、まあ、今回の場合、個人資産相談業務は、まあ、個人的に言うと、まあ、よく出ている話なのでできるんじゃない、ちょっと計算ややこしいところあるかもしれませんが、なんとしてでも30点は取っていただきたいなというふうに思いますので、まあ、今回の問題もそうですけども、基本的に、基本となるところを忠実にやっていただければ、どの問題でもある程度点数が取れると思うんで、そういう形で学習をしていただければというふうに思います。で、今回の公表についてはこれで終わりですけども、ちょっと例えば今回聞いたんだけども、ちょっと配定のところでここがちょっと抜けてしまったとかいう方については、レックの、ホームページのところでですね、配点のところの、そのシミュレーションできるところありますから、こちらですね、ホームページ等を参考にしてですね、もし気になる方は合否判定も、利用されてみてはいかがかなと思います。では、これをもちまして、FP 本試験、まあ、2023年9月の、配点予想と公表、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。